またストカシェフへ、ストカシェフがセンタリング、ヘディングシュート、入りました。シュートしたのはポノマレフ、素晴らしいシュート。11分30秒後半、ソビエト1点を挙げました。今ねアルゼンチンのバックノーマークにしちゃったですね。そうですね、はい、見てみましょう。真ん中をさーっとこの時走ってるんですよ。そうですね、はい、ストカシェフのセンタリング、そしてポノマレフのシュート、サイドネットが入ってきた。蹴るのは3番のアルベス、アルベスとゴールキーパーチャノフ、1対1の勝負。後半27分さあどうでしょう、入りました、同点、1対1。すごいスタンドですよ、神が飛びね、ものすごいですね、スタンドが、お客さんがね、スタンドが出てきました。バルバス、さあアルゼンチン左から上がっていくのがカルデロン、飛びました、シュート、ディアス、入ったが入りました。ディアスですね、またディアス、見事なシュート、はい、ついにアルゼンチン勝ち越し2対1。ディアス、この試合8点目。30分。ディアスのシュートが決まりました。ついにアル出てったですよね。見てみましょう。早いですね。ディアスのドリブル。キーパーを引っ張っておいて右隅です。はい。そうするとマラドーナの左足ということになると思いますね。まだ画面に見えませんが、マラドーナは右の、はい、今強いスタート。入りました、はい、マラドーナの見事なシュート、どうして入るんでしょう、深いぐらい、もう壁ギリギリのところをやったら、左ポストスレスレに入ったですね。36分3対1、見事なマラドーナのシュート、これはぜひもう一度見たいですね、見てみましょう。左の隅入りますよ、そうです、マラドーナカーブでね、キャーン外側を抜けてですね、はい、あの何て言いますかね、スライダーのようにスーッと曲がってます、ね、はい、左の足のね内